にちは、あかりんことしたあかりです。今日はですね、こんな感じで私の最近の3000円以下で買えるプチプラコスメだけを使ったこの秋冬のトレンドメイクをやってみたので、ぜひ最後までご覧ください。最近覚えたテクニックだったり、あとはもう本当にめちゃくちゃいいなって思ってるコスメばっかりを使ったので、ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりんの実力動画スタートです。では早速メイクしていきたいなと思います。新しいものもあれば、本当に前から使ってていいなって思ってるものもあるので、まあ、両方楽しんでいただけたらなと思います。まず下地なんですけど、下地はこちら、もう最近めっちゃ推してるね、イミテの素肌トリックプライマー SPF40 の PA3+。 正直やっぱデパコスのクオリティがもうほんと最近すごいから、無理にプチプラを使おうと思わないけど、これはデパコス並みによくて、本当に安いからとかじゃなく、普通にこれ使いたいと思って使っちゃいます。めちゃくちゃ伸びが良くて、カラーコントロールとかではないんですけど、トーンアップしてくれて、くすみとかも飛ばしつつツヤっぽくしてくれて、保湿力もあるし、本当におすすめ。めっちゃ肌綺麗に見えるので、ちゃちゃっとメイクする日とかだったら、これにプラスコンシーラーとパウダーだけで十分なくらい、いろんなムラをね隠してくれます。そしてコンシーラーはこちら、ビセのレッドトリックアイコンシーラーです。これのオレンジ、こっちのオレンジの方を使って、ちょっと青みのあるクマとかをね隠していきます。ちょっともしかしたら色濃いかなって思うかもしれないんですけど、ずっと使ってて思ったのは、こう薄く伸ばしていけば使いやすいなっていう、なんかこう固めてこういう風にポン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 って重ねるっていうよりは、薄いのをこう伸ばしてつけるような感じでのせると、この青っぽいクマはねちょっとマシになります。ファンデーションの前にやるのがおすすめかな。ちょっと茶色っぽいクマの人は赤やると余計に目立っちゃうから、茶色っぽい方はこっちの黄色っぽい方がおすすめ。私はこれ小鼻の赤みとかは黄色で抑えていきます。あとニキビ跡とかね、なんかこれはどうせ後でファンデーション重ねるんで、結構いつも適当にちょっと嫌いなーって思うところを消す感じでやっていきます。ちょっと先にビーアイドルのスピンクリア塗っておきます。ファンデーションなんですけどね、3000円以下って言っときながら申し訳ないんだけど、いいかなーって思うものを結構探すねん、いつもプチプラでメイクするとき。ただファンデーションなんけはやっぱりデパコスのクオリティを知ってるから、プチプラで私がこれめっちゃ推したいなって思うほど満足いくものがなくて、ほんまデパコスとかはこれほんまにいいって思うからこそ動画で紹介してみんなにも買ってほしいなって思ってんねんけど、その感じでプチプラで探すのが結構難しくて、いろいろ試してああだこうだって自分の中で思いながら、やっぱりねそこまで満足いくものがなかったから、それやったらちょっとデパコスよりは安いけど3000円以上するもので満足いくものを紹介した方がみんなにも気に入ってもらえる確率が高いんじゃないかなと思って、ちょっとこれをレフィルだけで3000円以上しちゃうんですけど、最近お気に入りのマキアージュのドラマティッククッションジェリーの、私は01番明るめからやや明るめの色ってやつ使ってて、 SPF50+ の PA4+ で日焼け止めもしっかり入ってて、これ美容液ファンデーションって言われてるなんかジェリー状のファンデーションなんですよ。これのクオリティが本当にすごくて、ピターッと密着してくれて、めっちゃ薄付きなのに綺麗にカバーしてくれるんですよ。これがめっちゃ好きで、ちょっとこれを今日は紹介します。まあまあおすすめやけど、まあそんな別にめちゃくちゃ好きじゃないかなってファンデーション紹介するより、ほんまに今紹介した方がいいなと思ったから無理にはやめようと思って、これだけね3000円以上しちゃいますけど、ご了承ください。なんかわかる？マジで塗ってる感なく、スーって綺麗にカバーしてくれて、気になるところはこれちょっとポン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 ってカバーするといいねんけど、めっちゃこのわざとらしくないお上品なツヤを作ってくれながらも、気になるところをカバーしてくれつつ、でカバー力もあるし、そんな崩れやすかったりもしないしね。わかる？このツヤ感すっごい好きで、なんかほんとクッションとリキッドのいいとこ取りって感じかも。なんかリキッドのあの薄膜感みたいなのもちゃんと作ってくれながら、クッションのカバーしたいところをピタッてカバーしてくれる感じ、両方兼ね備えられてて、これは好き。ちゃんとケースも買いなさいよって話なんだ。レフィルだけしか買わなかったんですよ。かったら買おうと思って。最近ね私は断捨離をめっちゃしてて、あんまり物を増やしたくないんですよ。最近爆買い動画ばっかやってだからね、ちょっと直すところがなくなってきてから、なんかあんま物を増やしたくない周期で、ただ物を増やしたくないなって思って捨てるやんか。多分空間の法則とか多分そういう感じだと思うねんけど、一個棚が開くとまた次なんかピンポンってくんねん。恐ろしい。片付くと物は増える。え、めっちゃ綺麗くないこのファンデーション。めっちゃ好きやんねんけど私。どうどう、これはちょっと押したいなと思って、ちょっと脇汗目出しそうな色なので、
暑いよね。長袖とかちょっと季節感考えて着てみたけど無理なんですけどコンシーラー、コンシーラーはちょっと明るめを使います。ルナのロングラスティングコンシーラーフィット 0.7 はアイボリーのカラーです。 SPF34 の PA2+。 めっちゃ少量でカバーしてくれながらピタッと密着してくれるので、つけたらすぐ伸ばした方がいいかも。さっきのコンシーラー入れなくてもこれ1個でも結構カバー力があるのでいいと思うんですけど、クマとかめっちゃ悩んでる人いるかなと思ったんで、なんかこの前のあの美容の悩み補修の時にさ、めっちゃクマに悩んでる子も多かったから紹介しときました。めっちゃニキビできてんけど、俺最近マジニキビ女なんですけども、どうしよう。最近そう、私が26になってアラサーとかちょっと年齢が重ねることにあかりがマイナスに感じすぎてるよとかって結構コメント欄で言っていただくんですけど、年を重ねることはマイナスとは全然思ってなくて、30代になったら30代の美容を楽しんでいけばいいって思ってるし、40代も40代で40代ならではの美容を楽しみたいなって思ってるんですよ。それは本当に思ってて、別にそんなにマイナスに思ってないんですけど、ただアラサーってことを使った方が分かりやすいかなと思って選んでる部分があるっていうのと、あと10代から YouTube やってて自分のお肌と向き合ってきたけど、やっぱりケアは本当に一人頑張ってる方だと思うんですよ。こんだけ美容の知識を増やしたから。でもいろんなものも使ってきたし、ケアは人より頑張ってると思うんですね。でもやっぱりマックス良かったあの10代のピチピチの頃よりは圧倒的に衰えてきてるのを感じるから、エイジングケアって大事なんだなって私も思ったし、こっから絶対にあの頃の肌に戻れることはないじゃないですか。加速していくだけじゃないですか。もうこれは動画がいても絶対に。なのでその加速するそのスピードとか、あの頃には戻れないかもしれないけど、そこで私はいいものを見つけててみんなに提供したいなっていう風に考えてるって感じです。ね、伝え方によって全然違う風に伝わってしまうし、私の言い方も良くなかったなって反省してて、最近ちょっと言葉選びが難しいなと思うんですけど、まあそんな感じです。はい、キャンメイクのオイルロックミネラルパウダー C01 番。パウダーはブラシで塗っていきます。手からしたくないところから先に、あと崩したくないところで、この頬のツヤとかは後から塗ります。これなんか本当にサラッとしてて、あのイニスフリーのパウダーみたいな感じですね。似てる。すごい最近ブラシの毛抜けがすごいんですけど、リリミューをしよう。あたたたた、あれなんか知ってた？この部屋の床にはコスメがいっぱい落ちてるんですね。はい、ということでリリミューの02番ですね。シアマットシェーディング使っていきます。これのこの濃い色をちょっと混ぜながら取って、耳後ろからこの顎下、ここにはちょっと濃いめに入れていきます。そう、ちょうど今日ね、なんか舞台に立つお仕事やから、この辺くらい方がフェイスライン綺麗に見えるかなと思うので、ここ塗っといて、この薄い方の2色でフェイスライン削っていきます。今日なんか会社で働いてそうかな、この格好。この服イートミーです。イートミー私めっちゃ好きやったやんか。今でも可愛いなって着たいなって思うねんけど、ちょっと年齢的にね、もうあれかと思って、どうしてもね着たいなと思って、展示会とか行ってもいっぱいオーダーつけたいなって思うねんけど、イートミーのプレスのさ人、しげちゃんっていう人と仲いいねんけどさ、もう何年もね、しげちゃんがさ、あかりそれまだ着るとかって着れるあんた、可愛いけどあんたほんと着るとかって言うから、いや着たいんですよ。イートミー好きなんですけどね、やっぱみんなの参考になりたいっていうのもあるから、やっぱ真似できる人が多ければ多いほどやっぱいいじゃないですか。年齢に合ったね格好をしたいなと思うけど、これはほんまに可愛い。ちょっと下ジャージなんですけど、あ、なんかちょっとつけちゃった。これ本当に可愛い。普通にオフィスとかでも着れそうな感じで、普通にパンツとかスカートと合わせたいい感じじゃない？色がね、絶妙に大人のくすみピンクで可愛いです。はい、ベースメイクこんな感じです。ファンデーションがマジでいいですね、本当に。じゃあビューラーしていきます。ビューラー最近ちょっといいの見つけたんです。資生堂信者がちょっと浮気をしております。このコージーのなんか新しく出た、何やったっけな、ちょっと待ってなフルフィットカーラーってやつで1430円。このね、空き幅がすっごい大きいからしっかりキャッチしてくれるのと、こっち資生堂のビューラーやけど、資生堂のよりカーブがちょっと緩やかなんかな、目にフィットしてくれる感じ。資生堂のも結構フィットするけど、若干多分これ浮く人もいると思うのよ。私結構ここが出てるから資生堂結構フィットすんねんけど、こっちの工事はマジでピタッと目にフィットしてくれる。マキアージュ今ここにあるけど、マキアージュはちょっとね広すぎるんですよね私。そうそう、この工事ちょっと最近よくて、あとめっちゃ上がるからちょっと見ててほしい。ビューラーなんて何でも一緒やと思ってるやろみんな。違うんだよ、私も思ってたで。であと結局資生堂やろと思ってたけど、ちょっと最近ちょっといろいろ探してんねん。ビューラー作りたいなとか思って、
こうやって開くからちゃんとキャッチできて、めっちゃ目尻の方までしっかりキャッチしてくれて、最近目尻がなんか挟めなくて上がりにくいなって思ってたんですよ、ちょうど。そしたらこれに出会って結構しっかり目尻も上がってくれるから、これはまだわかんないんですけど、まつげのその生え変わりの周期なのか、なんか結構まつげ抜けるまだ使ってからそんな経ってないから周期的なもんなんかなって思ってるねんけど、ただめっちゃくっきり上がります。わかるかな。で結構ほら目尻の方までちゃんと、いつもねここのこの辺がねちょっとキャッチできないんですけど、もう資生堂は全くこれがキャッチできないんですよ。でもこっちはまだキャッチできるっていう、ただ私のここに埋まってるのが悪いねんけどな。根元だけ最後グッグッグッとやるとだいぶ上がります。こんな感じ、いい感じですね。そうしたらアイシャドウはこちらリリミューのインザミラーアイパレット03番ウィンターグレーという、めっちゃ可愛いねこの色。そう、発売前から楽しみにしてたこちらの色を使いたいなと思います。色味こんな感じです。可愛くない、おしゃれ。やっぱ最近ちょっとこういうグレー系とかちょっとモーブっぽい感じがね、この秋冬流行ってて、ちょっとブルベの方あれちゃう？今年の秋冬はメイク楽しいんちゃう？なんかね、パーソナルカラーめっちゃ気にする人とかは使いにくいぐらい結構イエベブームだったじゃないですか、ここ数年。私割となんかどっちでもいいって思うタイプやから、好きな色使うからあんまりねこの色使えへんなとか、ちょっと似合わなさそうとか、なんか思わず好きなやつ買うんですけど、やっぱでもこう自分が似合う色をなんかまだ見つけれてないっていう人とかはね、パーソナルカラー気にしながらメイクする方も多いと思うし、やっぱそうするとねなんか自分の中ですごいしっくりくるメイクができるから。え、何これ、めっちゃ湿疹出てんねんけど。え、さっきまでなかったよな。え、なんか最近すごいんですよ、アレルギー反応が何かしらの。え、菌あれとかじゃないねんけど私、ビューラー腸の話を続けますね、多分どうせ引くから。何の話やったっけ。そうだからね、気にされる方とかからすると本当にブルベにはね難しいんですよみたいな、よくそういう意見とかも聞くんですけど、今年はだいぶいろんな色が出てきてて、イエベ春の私もやっぱりなんかそういうカラーばっか出てたからメイクがマンネリ化。でも本当にあのですね、カメラがちょっと多分私が明るさ調整しようと思って押したボタンが間違ってて、録画ボタンを押してしまっておりまして、アイメイクの途中で撮れてなかった。気づいてよかった。途中からちょっとカメラ回ってなかったので、ちょっと片目だけ、もう一回アイメイク解説し直しますね。すいません。ちょっと撮ります、一回。アイシャドウの途中まで撮れてたから、今確認したら。だからアイラインとか全部撮れてなかったから、ちょっと片目だけ直しますね。ちょっとこっちはね、なんかあんまり落としたりとかしたらまた腫れてきそうなんで、一目だけ、すいません。ちょっと。やり直します。でまずここを上下上下に塗っていきます。んでこのモーブっぽいカラーを丸っこい筆で目尻からのせていきます。若干目尻が濃いめのグラデーションになるように、左右合わせるのむずいな。んでここのラメを黒目の上にのせてからちょっと散りばめる。こういうグレーっぽい色使うと顔がくすんじゃうよっていう方はラメをねちょっと入れてあげるだけで、でラメに透明感があるものを選んであげるとパッと顔が明るくなるので、今年のトレンドはなんか結構こういうモーブ系のカラーが多いと思うんですけど、こういう濃い色って今までやったら際に塗ってたと思うねんけど、今年は結構広めにと目尻側濃くぼんやりぼんやりちょっと広い範囲に塗るメイクが結構トレンドっぽいかなと思うのでやってみてます。で B アイドルのイージーアイライナーの101番おねだりピンク、こっちだけやってるんですけど、ちょっとだけこの粘膜のここの部分に引くことによってちょっと目の位置が下がるし、最近私がやっててこれいいんじゃないって思ったのが、私は目を丸く見せたいからこの黒目の下に引くのはもちろんなんですけど、この目頭と目尻をちょっと広めに引くんですね。そうするとこの目頭のこの上がってるところと目尻のこの上がってるところが若干下がって より下まぶたが丸っこくなるので、この目頭と目尻側をちょっと太めに濃いめにやってここと。この黒目の下とつないでいく感じ。でもただこれやりすぎてしまうとただのピンクメイクみたいになっちゃうから、本当にちょっと粘膜埋める程度。最近これはねあの涙袋のラインを描くような感じで、それぐらいの感じでメイクの一環として入れてます。これでアイシャドウを戻りまして、ここのモーブっぽいカラーを目尻のところに入れまして、んでここの
濃いブラウンをまぶたの際にうっすらラインのような感じに、でも薄く、これねもっと前だったら濃い色でピッてね引いてたと思うんですけど、本当に薄くちょっとこの透け感のあるようなこういうカラーをここに薄く引きます。これ透け感ないカラーでやると二重幅縮まって見えるから私嫌いなんですけど、これぐらいの色なら目力が出てくれるのでここに塗ります。ここのラメを涙袋にも塗ります。これなんかここで見た感じ結構くすんでんのかなと思ってんけど、全然透明感があって涙袋とかにも塗れちゃうので。で、ビンアイドルのイージーアイライナーの繊細アッシュで、今これグレー系でアイシャドウを塗ってるので、今こっちアイライン引き終わってるんですけど、リキッドとかで引いちゃうと強い印象になっちゃうので、今日はねぼやっとちょっと可愛らしい感じに仕上げたいので、強めに仕上げたい時はリキッドで引いてもいいと思うねんけど、アイシャドウにも馴染みそうなこの色で、ほんとここに影を入れるような感じですね。影を入れるような感じで、本来多分こうやって目開けてるとここって結構影になってると思うんですよ。そこの影をちょっと強調するような感じに、本当に優しい力でぼやーっと重ねてあげます。これだけやったらアイシャドウでもできんねんけど、この目尻のここを、そう、私ここの幅がちょっと広いのが自分的には気になってるので、それをちょっとこのアイラインのシュッて感じでここの幅の広さを軽減する。で、これをリキッドとか濃い黒とかブラウンでやると、どこまでアイライン引いてんのって感じが出るけど、この色ならそれが出ないんですよね。何がいいって、これめっちゃ細い1ミリ以下のラインなんで、キュッてやればリキッドみたいなあの細いラインができるっていうのがポイント。でもこのまんまなんか物出すのめんどくさいんで、涙袋の影も描いていきます。最近は目尻側が濃くなるように、ここら辺はね割と影入ってるんですけど、こっちが入んないんで、この目の下からこっちをちょっと濃くね、はい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 、いいですね。で、そんなこんなしてるうちに、さっき一回こっちのねメイクを取ったのでビューラーをもう一度しますね。下がってきちゃったので。でもなんか私最近自分的に思うねんけど、結構なんか昔に比べてメイクの幅広がってきたくない？私いつも同じメイクじゃなくなってきたよな。アイシャドウの塗り方とか前に比べて幅が若干広がった気がする。なんか左右バラバラにメイクしたから濃さが違う。ちょっと修正しますね。少々お待ちください。ちょっとお待ちください。そしたらマスカラに行きます。マスカラはもう最近これ大好き、メイベリンのスカイハイ01番ブラック。これめちゃくちゃ伸びるで、落ちにくいし、やっぱメイベリンって最強よな。マスカラなんかこういうコーンタイプなんですけど、ほんまにスカイハイってぐらい、なんかアメリカでめっちゃバズってたらしいねんけど、超ね伸びるよ。でカールもキープしてくれるから、本当に上向きまつげがね、最近マジでマスカラ戦国時代じゃない、すごいんだけどっていうの、なんか伸び加減ほら。これピメルのパーフェクトロング&カールマスカラ、これも嘘つきますからね、これもめちゃくちゃいい。これは結構ナチュラル好きさんにおすすめで、これはとにかく長さが欲しいとか伸ばしたいっていう人におすすめで、でもね両方お湯落ちじゃないから、お湯落ちでおすすめなのはね、前から押してるセザンヌのあれもお湯落ちであそこまで繊細に伸びてカールもまあまあキープしてくれる、あれもすごいわ。ちょっと結構しっかりつくので、下まつげは残りで塗っていきますね。いやマジで YouTube の撮影環境を整えたくて、でも本当に賃貸でそれしようと思ったら無理がある。一人暮らしにしては部屋数多いなってところに住んでるけど、やっぱ部屋数多くても1個の部屋狭かったら何にもできんし、かといってリビングに撮影環境を作るのはね私嫌なんですよね。友達とか来た時にいつも仕事モードみたいになるよ、なんか嫌で。でも本当になんかライトとかいっぱい置いたらもう足の踏み場ないよってぐらい狭いんですけど、マジで本当に一軒家に住まないとそれは叶えられへんやろな。え、すごないこのマスカラ、どんだけ伸びんのってぐらい伸びて、カールもしっかりキープされるし、なんかアイメイクはねマスカラ塗った後にちゃんと調整するとね仕上がりが良くなりますよ。で、最近これも超好き、ドンキで買ったやつやねんけど、ペリペラのリキッドグリッターの01番、ピンクやねんけど大人でも使えるラメで、すごいねナチュラルなんですよ。この黒目の下涙袋の高く見せたい位置にだけのせると、ほらさりげなくうるっとさせてくれるくない？ちょっと目尻のここにもさりげなくラメを入れてみます。なんか目元若干こう明るく見せてくれるので、本当の少しの光を入れるだけでもメイクって変わってくるから、
入れすぎなくてもちょっと入れた方がいいとかもあるのでね。でこれも好きなんですよ最近、ブレンドベリーのあの鹿の間ちゃんコラボのダズリングジェムマスカラ101番、こういう感じのラメラメマスカラ、これ超可愛くてモーブを使ってて、今日は私若干ね顔がくすみやすい時なのでまつげとかにも若干ラメとかのせながら透明感出していく。のせすぎるとちょっと白っぽくなりそうなんで、本当にまつげの毛先にちょんちょんって、はい、アイメイクこんな感じです。濃いめ超可愛い、このアイシャドウも可愛いし使ってるもの全部可愛いし、マスカラ三強、ラメ可愛い、ジン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 のマネ、ジンジンに会いたいな、ジンジンに会いたいよ、きっとジンジンならこの動画も見てくれてる。もともとね本当に NMB では私推しって言ってくれてたくらい、ジンジンもともとすごいファンでいてくれたんですよ。今でもめっちゃ普通に仲いい友達やねんけど、で普通の友達みたいな感じやねんけど、でも毎回動画も見てくれてたり、動画でおすすめしているコスメをちゃんとジンジンは買ってくれたりとか、毎回そのカラコンとかプレゼントとかすんねんけど、つけてとかって、コスメとかもジンジンが使えそうなやつプレゼントしたりすんねんけど、使って感想送ってくれたりとか大好きだよ。そしたら眉毛の方に行きます。黙って分かってきたかもしれへんねんな、日々の眉毛研究に。毎日1時間眉毛描くの練習してるから、多分今日もすごく時間がかかると思うんですけど、動画編集という魔法で早く描けちゃった風に今からするのでお付き合いください。使っていくのはパーフェクトダイアリーのアイブロウを使っていきます。この辺の中間の色で、この真ん中から描いてって形をぼんやり見つけていきます。片一歩ずつ描くといつもバランスが壊れるから、両方出しつつ、あとここのラインだけはねしっかり取らないと変なんですよね、ここ生えてきへんか。これはだからペンシルで描き足します。で黒目と目尻のこの延長線上に眉山を作る。大体の形がなんかぼんやりこのパウダーでできたら、セザンヌの超細身アイブロウの03番、これで計1本1本ね描き足します。眉尻はこの辺に、このアイラインの延長のところらへんにシュッていう眉尻を作ります。その眉尻と眉山をつなげるような感じで1本1本描き足して、ここだけどうしても生えないので、この辺はね毛並みを描くような感じでペンシルで仕上げていきます。毎日いろんな描き方の眉毛練習してんねんけど、まだ見つかってないな、これが最高傑作っていうのは。ある程度綺麗に描けたなって思ってもすっごい時間かかってて、みんなに説明するにはちょっと分かりにくすぎたりするから、こう説明するのに分かりやすいかなっていうのをまだ探してますね。で、その一本一本かけたら、またちょっとさらにグラデーションっぽくしていくので、濃い色を眉尻の方に重ねます。この薄い色たちを調整しながら、中間のこの下のラインをしっかり埋めてあげて、残りで眉頭の方もやっていくと、眉頭が薄くなってグラデーションっぽくはなるかなっていう。ここの部分を気になるから埋めようとするんですけど、そうすると眉頭が今度濃くなるから難しくて、でもまあ最近の眉毛はこんな感じかな。モーブさを入れたいのでアイブロウマスカラはセザンヌのモーブブラウンを使っていきます。結構色しっかりついちゃうから、こうやって取ってから眉頭とかちょっと毛並み揃えるぐらいの感じでいった方がいいかも。で最後にスクリューブラシでちゃんと整えて、全体的にほんのり赤みが入る。結構なんかしっかり毛に絡むので、後からこうやってぼかさないとこのまま読ますからね、若干使いにくいなって最近思ってきた。チークはロム&のベターザンチークの03番、なんかピンク系でちょっと間取る感じで、ふんわりふんわり、まあ、ちょっとリップ濃くしようと思ってるのでチーク薄めで、ハイライトはセザンヌのフェイスグローカラーのアプリコットグローのここ使います。これでちょっと白っぽいハイライト使うと浮きそうなので、ちょっと馴染みそうなカラーをいつも通りのとこに塗っていきます。でリカフロッシュのジューシーリブティント11番オリナスビ新色、めっちゃ可愛いかな。この色を中間にマン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 ってします。でちょっとぼかして、可愛くないこの色、中間部分だけ濃く塗って、上からビーアイドルのホレサスカシスを重ねて、色落ちがやっぱりリカフラッシュはいいので、よし前髪やってみます。
はい、ということでメイク完成しました。ポイントは今年の秋冬見ててもいろんなコスメとかいろんなブランドさん見ててもアイシャドウとかリップもちょっとこうブルベさんが好きそうな私おったな、もう私もおるけどこういうカシス系とかモーブっぽい色とかグレー系の色が流行ってるのでこういうのをちょっとプチプラコスメで見つけてきてちょっと使ってみたんですけど、まあ肌はねやっぱりちょっとツヤっぽい方が素肌感が残ったようなツヤ肌が流行ってるのかなっていうのと、そのモーブとかこういうグレー系を使ってちょっとくすんだ色を使ってるのでハイライトでの透明感とかあとこういう唇のツヤとかあとラメとかで軽やかな感じを出していくのがポイント でモーブ塗る時もしっかりラインで塗るんじゃなくこうぼやっと塗っていくのがこの秋冬っぽいなっていうので今回やってみました。であとマスカラがやっぱちょっとこうビャーンと上がって伸びるっていう系統がちょっと流行ってきてるかなっていう風に思ったのでこう結構まつげにポイントを置きつつそうモーブとかこういうギャーンっていうマスカラをするとちょっと顔がね濃くなってしまいがちだと思うんですけどその分アイラインとかこういう感じでぼかしながら入れたりとか、まあ、眉毛もあんまりキリッとさせるんじゃなくふんわり描いてみたりチークもなんかふんわりピンクみたいなのが結構多いかなっていう印象だったのでふわっと青み系のチークにしつつリップも、まあ、多分マットとかも変わらずマスク生活なんで結構出てるかなっていう印象なんですけどなんかあんまり濃いっていうよりは私は結構目元が濃いのでバランスを取るように唇は透け感っていうのを重視しながらやってみましたっていう感じでちょっとファンデーションだけねちょっとだけ高くなってしまったんですけど他はプチプラで手に入るコスメばっかりなので気になったものはぜひ使ってみてほしいし結構今年っぽい顔になれるメイクだと思うので皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで今日の動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンそして動画の感想コメント欄で待ってます。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。あかりんことつながりでした。